これはうまいだろ。うまっ。よし、やりますか。
いただきます。うまっ。うん。一日お疲れ様です。はあ、まあ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 本物のお酒の方がそれはね、まあ雰囲気ですよね。雰囲気です。もうちょい。うまそうなんだよな。追加オプション。いただきます。うまそうだ。おいしそう。とりあえずブロッコリーから食べようかな。うん。うま。え、アヒージョうま。うん。エビさん。うん。エビもうまい。うん。うますぎだろ。ムカも食べるか。うん。じゃがいもうま。じゃがいもめっちゃうまい。じゃがいもが一番うまいかもな。この皮付きじゃがいもって俺めっちゃ好きなんだよな。うん。うまっ。じゃがいもが一番うまい。じゃがいもが一番うまい。じゃがいもがいい。じゃがいもだ。ホタテもうまいよ。ホタテもうまいけど、じゃがいもめっちゃうまいんだよ。うん。ノンアルのレモンサワーってどうなの？どうなんだろう。ノンアルのレモンサワーってただのレモン酢じゃない？あ、なんかけど酒感あるわ。え、なんだ。え、酒感あるな。再現性すごいな。これすご。酒感あるわ。ノンアルすごいな。美味しいし。うん。まあけどホタテもうまいか。全部うまい。ガーリックと塩のね、感じがいいんだよ。うん。うわ、アヒージョ結構好き。
食べたことなかったけどアヒージョうまいな。うますぎる。いただきます。うまい。たまらん。タンは間違いない。いやー、タンはうまいよね、そりゃね。俺はまあどちらかというと薄切り派なんだよな。ここにね、味塩をね、ちょっとね振るんすよ。ジャンキーな味なんだよな、これが。うわ、すっげえニンニクのいい香りが。よいしょっと、できます。うまっ。ガーリックチップ、スパイスガーリックチップを挟んで、うまいんじゃ。うまマジでアメリカ牛タン、うまいな。アメリカマジでうまいわ。しかもこれ結構炭いいな、結構炭いいな。普通に6キロ3000円はちょっと高いけどな。炭結構いいよ。うまいけどニンニク強すぎるな。レモンか。レモンがまあ普通にこのまま味付けのまま、味付けでもうすでにうまいからな。うまっ。うまいんじゃ。やっぱタンが、タンが一番好き。タン一番うまいね。タンはうまいわ。ビールに戻ろう。すごいよな、これ再現度合いが。タンに乾杯。くぅ、キンキンだぜ。
いただきます。まずこのまま食べてみようかな。このまま食べてみよう。柔らか。うまっ。岩塩つけたら美味しそう。うまいわ。岩塩合うな。うまいな。うまいけどな、俺これのスタイルが好きかどうかわかんねえな。これに、できます。あ、うまいな。いただきます。これはうまいだろう。これはうまいだろう。うまっ。うまっ。最高にうまい。これは贅沢すぎる。マジで贅沢だ。うまい。またいい。これも。味変パート2。ガーリックチップ。ガーリックチップ、うまっ。ラストだわ。あっという間。ごちそうさまでした。いやー、タンはやっぱうまいね。うますぎるタンは。